皆さんこんにちは、ワイケイスケです。本日2024年、3月の29日、朝の9時49分、2日前なんですけども、晴れの日、まあ私の方では16時台を外歩いてみました。まあ空が晴れていたっていうこともあったのですが、まあ佳子さまの方はインターネット記事では海外の議員の方とブラジルの方たちと交流をされていたという、まあ、インターネット記事が流れてたんですけども、始まりは 何かこう2015年の頃のその紀子様の頃からというような、まあ、物事のスタートのようですが、もしかしてその何か私が以前言った内容に照らし合わせてそうなっているのかどうなのかと、あとまあ2日前にそのそれはカモフラージュで、本当はこちらの方に来ていたのかだとか、まあいろいろ考えます。で、昨日の晩なんですけども、ニュースウォッチ9の、林田というアナウンサーがすぐに行きますっていうことを言ってたんですけども、まあ昨日は僕のホームページの、まあ、各欄などをいろいろと、まあ、編集していまして、まあ、行が多いので、まあ、少しでもまとめたくて。で、23時以降に車の音、まあ、そこそこ雨降ってたんですけども、昨日自体。まあ、車の音、バタンっていう音が、2回した後、まあ、この建物の中に入ったんじゃないかなと思われます、誰かが。で、その後、まあ、階段を降りていく足音と、片や上がっていく足音。まあ、その、ここの部屋の中で僕が、小声で言ったのは、結婚希望相手は、秋篠宮佳子様ですと。それによって出ていったのか、またその後、男性老人が1名ここの廊下を歩いたのと、その後、男性2名がここの廊下を歩きながら、まあ、こちらに向かって、皮肉ぐらい言ってほしいわとか、何かそういうことを夜中に話しかけてくると。まあ、とにもかくにも睡眠妨害っていうような形を行ってきた者がいたと。あと、多分女性で誰か階段を上がっていった者がいたと。で、そのものに関しては、どこの誰か全く分かりません。で、本当にね、まあ、佳子さまではないとは思うんですけども、その夜中、車のドアバタンってしたりだとか、その23時以降とかね、その階段登っていったりだとか、もうこちらもその一時外出てその動画撮影してっていうのもなかなか大変ですんでね、そういったことをしてないだけで、あとはまあ未来の時間軸からの佳子さまへの声かけ編のところで、まあ、3月9日の文章の内容は少し、直しました。それとあとは、まあ、その動画を扱ってる人たちへね、その私が喋った内容に対して動画の内容とか聞こえてくる内容を書いてはダメですよ。だから、あとまあ隣の老人男性と相談してますけども、それが公務としてされてる方の話をしているのか、淡井圭介のことを相談しているのか、淡井圭介のことをその老人の人と話しても何の解決にもならないんですよ、私と相談しないと。だからその辺のところでどう見えるかっていうと、老人男性とデートしている状態なんですよ、佳子さま。3月9日のね、被災地の動向っていうような内容のものですね、その甘えたいなっていう心の声を僕はね、
勇気を出して言ったことに対して、について、横の老人と喋ってたらおかしいでしょ。ということです。好きだからね、そういったところは、こういうふうにやきもきするのであって、その話を聞いたときにその相手を苦しめてるんだなっていう自覚を持っていただきたいんですね。その僕の年齢も考えていただきたいのと、それによってね、その本音の文章っていうのを書き直してるんですよね。ただその文章の書き方だと絶対そのこういうおかしなすっと私のうちに来たら解決してる物事をずっと引き延ばししてる人たちが優位になってしまうような、要するにテレビに出てた人たち、責任を持って対応したかっていうとそうじゃない。電話番号も公表してるけども電話をかけてきて何かこう助けになるようなことを相談するような電話もない。この何もかもが停滞してる状態っていうのをね、深く、反省と受け止めていただいて、対応してもらわなかったら、もうこれ各自全員がですよ。だから、弁理士協会とか、そういった立て札、まあ、そういうふうな関係の立て札がありましたけども、まあ、発明品の方でも、その場に私がいなかったらどうしようもないじゃないですか。そのエネルギーの残存量問題っていうところで、その客観的に第三者が見たらただただこうお茶を濁して放置してほったらかしにしているっていう、あとまあインスタグラムの背中を見せてる映像とかも見ましたから、それについての確認も、したいです。佳子様どうだったのかどうなのか、でそれについてもし行ったのであれば誰にどういうふうに言われてそういうふうにしたのかっていうことをお話ししなかったらか、強制的にその映像が出てきているのか、コンピューターとか AI なのか、誰かのハッキング等によって、そこら辺のところはすごく大事な話なんでね。あと僕はその動画でしたね、ちょっと動いてましたね。その動画について、コメントをしている者が何名かいたので、その者たちが作った動画なのか何なのか。だから、その辺のところでもね、まあ、心配事でもあるのと、本当に何か僕の件を聞いてそういうふうな行動を行ったのか、何か坂グループ内でそういうふうなテレビ局絡みの人間同士で変な方法での、それは責任を持ってるんじゃなくて、もししてたとするのであればね、それは責任を持ってるんじゃなくて、社会に対して悪影響を与える行動をしてしまってるっていうことなんです。だからまあ、昔からその変な映画っていうのはたくさんありますから、見えてなかったとしてもね、向かいのビルから真正面から誰かが見てるとかね、それは僕じゃないですから。そういうふうな形でこう、だから僕とさっと関わればいいのに、こう余計なことをずっとしてるように見えるんです。両方の意味でですよ。その結婚問題に関してもそうですし、河川水門、開閉式、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電に関してもそうですし、まあ、蒲田発電もそうですけど、誰も何もしてないですよ、本当に。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。ですが、もうこういうふうな状況ですかね。変な方法を使わないで、とにかく僕の自宅、ここに来ることっていうことを、しっかりと、ここの住宅内とかに入り込まないでくださいね。本当に。僕の、ここの、
住んでるところ以外で僕は留守の間に訪ねるとかそれもなしにしてくださいよ。かといって、その辺の住宅に泊まるっていうのもそれもなしにしてください。来るんだったらここに泊まってください。で、結婚相手として見てないんだったらそこで断ってください。そうすればそのままそこで物事が決着しますから。だから29日のその動画に関してショート動画でまとめ上げてもらったものがありますけども、その返答に関してそこから先を言うとね、あの好きかどうかを言ったとしてもそれは結婚対象者じゃないとかそういうふうな話になってくると話むちゃくちゃになってくるんですよ。どう考えても昨年28日私が皇居へ訪ねたのは間違いがなかったことであって、そのまま、皇居に勤められている人や、皇室の人たちが佳子さまに私を会わせてあげたらよかった。ただただずっとそのひたすら引き延ばしをされてる状態であって、私はそれを被害を被ってる状態なんですね。で、それについて、あと、そうそう、昨日の晩、その、おかしな行動を仕掛けてきた、その23時以降の、その複数の人間の行動によって、風がものすごい吹いてたんですよ。それまで風ほとんど吹いてなかったのにです。吹いてなかったのにですよ。ものすごい突風です。30分ぐらいは吹いてましたね。その、林田っていうアナウンサーも、その、どういう意味でね、返答したのか。それと、昨日のその放送内容の時に本当に言った内容なのか、それとも以前、行きますって言った内容をもう一度、勝手にその画面を放送して、言ってるのか。もうここまで来たら判別つかないんですよ、本当に。それを言われた後、僕は毎回どうなってるかって言ったら、ひどい嫌がらせをこう思ってるんですね。だから、真面目とは何かっていうことをしっかりと、考えて対応してください。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いします。もうテレビ出てる人とかが、その、それともまあ僕の動画の編集じゃなくて結婚希望相手をホームページで固定している以上他の人間が来ること自体がナンセンスなんですよ。嫌がらせしかならないじゃないですか。だからその嫌がらせが楽しくなってるから来てしまうんでしょ、どうしてもここに。自分たちの都合しか考えない。でも今なんか動画撮りましたけども、もう撮影ついてたから一応ね、撮影しておきます。あの老人男性ですね。早く私が訪ねた時に佳子さまもその秋篠宮邸に僕をかくまってくれなかったら生活が不可能ですから、だから正直ね、その公務してる時に本当に僕のことが好きだったらここまでの状況を聞いた時に早く助けてあげなきゃって普通思うと思うんですよ。だけども助けてくれてないじゃないですか。じゃあやっぱりテレビ用なのかなって思ってしまうのが、これは僕の感情の普通の感情なんですけど、結婚希望相手は佳子さま。もうこれでずっと踏ん張ってるだけで、相手苦しめて、その
自分が喜んでしまっている時の状態が良い状態なのか悪い状態なのか、相手が笑顔の時に一緒に喜んであげるのはいいことですよ。だけど僕は苦しんでるわけじゃないですか。別の男性の声で過去いかへんわっていう男の声が聞こえてきているんですけども、だからその男はね、佳子様のことが好きで、僕との佳子様の恋愛を邪魔したがってる人間である可能性は高い。男性の声ですから。女性であっても同じ。ここまでいろいろ話が広がると、今までその取り締まってきた連中とか、大きなお金が流れてるところで、そういうことをしちゃダメだっていうようなことをね、散々私は言ってきましたから、敵対する側の人間は多いっていうことじゃないですか。で、実際、人助けをする人間って世の中まずほとんどいないんですよ。先ほどの老人男性も来なかったらいいのに身勝手に来てたでしょ。ここの住宅の定住者って多分ほとんどいないと思いますよ。まあ、以上です。